四日市郊外と環境未来館は三重県四日市市にある博物館。四日市市の工業化から四日市郊外を経て環境都市へと向かうまでの展示を行い、四日市郊外を次世代に伝えるとともに環境問題に対する四日市市の取り組みを内外に発信する役割を担う。四大郊外病発生地で唯一郊外に関する 資料館が設置されていなかった四日市市に2015年3月21日に開館した施設である。環境未来館、四日市市立博物館、プラネタリウムの複合施設である、ソランポ四日市の中にあり、一部の機能は隣接する、三重北税地域地場産業振興センターにも設置されている。博物館とは展示が一体化しており、 博物館が四日市郊外以前の歴史と人々の暮らしについて環境未来館が四日市郊外以後の展示を行っている。したがって四日市市立博物館と環境未来館をセットで観覧することで四日市市の歴史と郊外について一体的に学習することができる。子供から大人までわかりやすい展示を心がけている。掃除業費はソランポ。 四日市全体で646、77、3000円である。単なる展示施設ではなく、市民が民間企業や語り部から講話を聞くなどの体験活動や様々な主体による共同の場とすることを目標としている。環境未来館は展示エリア、学習エリア、活動エリアの3つから構成されている。展示エリアはソランポ、四日市2階、学習エリアは 1> 同1回、活動エリアは隣接する地場産30の2階に設けられている。展示エリアは、産業の発展と暮らしの変化、公害の発生、環境改善の取り組み、街づくりの変遷、現在の四日市、環境先進都市四日市の6つのコーナーで構成されている。公式サイトでは展示エリアを360度の画像で、疑似体験できるバーチャルツアーを提供している。 エリアの入り口には、四日市市長の田中俊之の誓いの言葉が掲げられ、続いて、四日市コンビナート形成前の社会と暮らしから、最初の展示、産業の発展と暮らしの変化が始まる。次のコーナー、郊外の発生から本格的に、四日市郊外の展示が開始される。このコーナーは、写真、展示物、解説の三本柱で成り立ち、実際の患者がつけていた、 吸入器や再現された黄色の郊外マスクなどの現物、郊外裁判とその影響をまとめた四日市郊外裁判シアター、四日市郊外の当事者らのインタビューなどを聞くことのできる情報検索コーナーなどがあり、解説員も控えている。教育学者の古里隆しは情報検索コーナーのインタビューがこれまで 書籍や論文で取り上げられてこなかったものであり、四日市郊外を多角的に考えることができると評している。インタビューに応じた人は40人以上に及ぶ。続く、環境改善の取り組みでは、市民、行政、市議会、企業などの主体別に活動が紹介されている。最後の、現在の四日市と、環境先進都市四日市は、行政などの施策を広報するコーナーであり、 ふるさとたかしは、最も評価の分かれるコーナーであろうとしている。また、企業の取り組みを紹介するコーナーでは、まだ未公開の企業が多く、未来に向けた道筋や、将来像の展示には至っていないなどの課題もある。環境先進都市四日市のコーナーでは次の、来館者に向けたメッセージを残すことができる。学習エリアはソランポ四日市に入って、すぐのところにあり、 四日市郊外を含む環境問題に関する図書を扱う図書コーナー。1965年頃の四日市市立、潮浜小学校の一教室を再現した研修、実習室、セミナーなどに利用する講座室、図書コーナーに隣接した学習、交流スペースがある。小中学生など次世代を担う子どもにとっての環境教育の場とすることが期待されている。 図書コーナーの蔵書数は1万冊である。研修、実習室は板張りの床、木枠の窓、黒板とその上の学級目標など小学校らしい部屋となっており、窓からはコンビナートが見えるという演出がなされている。ここで活動することを通して、自然と四日市郊外について知り、考えることが期待されている。活動エリアは本町プラザにあった。 四日市市環境学習センターの機能を移したもので、ソランポ四日市に隣接した地場山30の2階に設けられている。1000人の職員がおり、四日市市のエコパートナーに登録することで、環境活動に携わる個人や団体が交流拠点として利用することができる。市では市民による環境活動の拠点となることを期待している。1996年、 四日市市環境学習センターが開館した。同年には四日市市立博物館で郊外展が開催されたが、四日市郊外に関する記録や資料を残す運動を続けてきた沢井義郎は郊外展だけではこと足りるものでなく、他の四大郊外病発生地と同様に常設の郊外資料館を設置するよう求めた。本町プラザ4階に設置された四日市市、 環境学習センターは、環境問題に関する、触れられる展示を行い、イベントも多く開催していた。環境学習センターでは創設当時から、郊外資料コーナーを設けていたが、わずか15平方メートルしかなく、1996年の郊外店の展示パネルと、市民団体の機関紙を数十冊所蔵するのみであった。その後、2005年1月に、郊外資料室へと発展し、 四日市市編纂のために収集された資料などを受け入れ、四日市郊外の重要資料の集積地となった。また、四日市郊外資料館という新鋭のウェブサイトが開設されたが、情報量は不十分であった。四日市市では2011年度から環境未来館の設置に向けたあり方検討会を設け、基本計画等の策定を進めた。同時に、 公害の関係者の証言を集め、散逸した関連資料の収集も行われた。当初市は公害の被害が大きかった、潮浜地区に設置する計画であったが、地元自治会からの反対で頓挫し、四日市市立博物館内に整備することになった。また、環境未来館の名称は2012年8月18日に決定したものだったが、公害病患者の遺族らからは、 四日市公害資料館とするよう求める声も強かった。開館を前に、市は四日市学と称する環境科学を実践してきた三重大学と2014年10月に協定を締結し、持続可能な開発のための教育や環境教育分野で協力することを決し、また市は環境未来館の解説委員養成講座を開講し、解説委員の育成を図った。 2015年3月19日、関係者向けに内覧会が開催された。そして同年3月21日に開館した。沢井吉郎の郊外資料館設置の定期から19年の歳月を経ての開設であり、郊外反対運動を続けてきた人々にとって待望の施設であった。開館式典では、多くの資料や写真を環境未来館に提供した功績から、 沢井に感謝状が送られた。同時に、四日市市立博物館と、プラネタリウムもリニューアル工事を終え、再開館した。開館初年度の入館者数の目標は5万5000人とされたが、開館から半年で4万5030人の来館者を集め、ベトナムや東南アジア諸国連合からの視察もあった。そして同年10月29日に5万人を達成した。 2015年10月、環境未来館と博物館、プラネタリウムの3施設の総称が、ソランポ4日市に決定したと4日市市が発表した。2016年4月より、インターネット上で館内を疑似体験するバーチャルツアーの公開を開始した。同年4月23日、第42回先進国首脳会議の関連行事として開催されたジュニアサミットにおいて、 高校生らが環境未来館を視察に訪れた。2021年4月7日には東京オリンピックの聖火リレーの三重県及び四日市市のスタート地点となった。出発式で三重県知事鈴木秀隆から聖火の点火を受け最初の奏者を務めたのはかつて当地にあった三重県立四日市工業高等学校の卒業生である瀬古敏彦であった。 ありがとうございます。